一ウケない芸人が決定、滑り −1 グランプリ決勝戦。ずっと意味わからん。決勝ともなるとウケないか。その不名誉な称号を手にしてしまうのは誰なのか。そして、好きです、好きです、長渕剛。第9回替え歌最強トーナメント開催。審査員は熱狂的な長渕剛ファン。もも上げ、腕振り、一歩一歩ポン。水曜日のダウンタウン。ときめく時を TBS。